地方の魅力を発掘し、新たな商品開発に結びつけようというセミナーが、今日橿原市内で開かれました。セミナーは、全国で展開されている日本の宝物プロジェクトの一環として開かれました。奈良県では、奥大和地域の産業の後継者育成につなげようと初めての開催となり、新規事業の開発や販路の拡大を模索する33の事業者が参加しました。セミナーでは十津川村出身で企業の商品開発などを手掛ける羽根拓也さんが奥大和の可能性を話しました。羽根さんは奥大和には隠れた原石があるが、自分の目で見ただけでは気づきません。一人ではなく、さまざまな業種の人と考えることで、その原石を磨くことができると呼びかけました。その後、参加者は商品を売り込む際に欠かせないプレゼンテーション技術などを学び、さまざまな手法で自慢の商品の魅力を伝えようと真剣に取り組んでいました。